楊先令は中華人民共和国の政治家。あだ名は破産、ペンネームは竹替でである。中国人民解放軍の元老、楊憲英の次男である。いわゆる大使党の一人。香港生まれで、本籍地は関東商売県。書道家として総書が得意である。祖国藩故郷本籍地は関東商売県で、1938年10月に英領香港に生まれた。 彼は、湖南省にある母方の祖母の成果で育たれた。1950年に家族と共に北京市に移住した。1958年9月にハルビン軍事工程学院に入学し、体調不良のために学校を休んだ。1960年に北京工業学院無線電電子工程系を卒業した。卒業後は、湖南小株寿司無線。 伝元元元の実習生となり、厚生少女うに氏にも派遣されていた。1974年に右腕は職場での事故で切断された。1974年に、政界入りし、国務院共通と無事務、皇室副組長、副市長などを歴任し、1978年に、国務院経済委員会弁公庁長,長,長の安代恩秘書となった。1980年に、 ビジネス界に入り、総労市準講師の社長となった。1984年に中国国際友好連絡会の副会長となり、同年に中国人民解放軍に入隊した。1988年9月に少将階級を授与された。1990年に中国人民解放軍総政治部連絡部の部長となった。1993年に、 中国外離実業有限講師の社長となった、1997年に復員した、2016年7月10日、肺がんのために、関東省甲州市の中山病院で死去、77歳没。ありがとうございます。